どうもドズルです。はい、ということでね、今日も人食いの大足トリコ実況プレイやっていきたいと思います。初めはね、全然可愛くなかった。いや、可愛くないことはないけど、トリコなんですが、最近ね、ちょっと挙動とかも可愛くなりつつあって、従順なのがまたいいですね。はい、ということで、今日も昨日の続きからやっていきたいと思います。なんかね、変な遺跡っぽいところに出たんですけれども、ここの上がルートっぽいんでね、行っていきたいと思います。トリコついてきてるかな。あ、来てない。トリコ。あ、来た来た。トリコね、基本ノロマなんですよね。本当に大足なのかなっていうぐらい。まあでも結構ね、従順っていうか、ちゃんとついてきてくれるのは可愛いですよね。さあ、左なんかこれ、いけないな。ここの檻をなんとかして壊すのかな。でも多分ね、トリコビームでもここは壊せないんですよ。トリコビーム壊せないでしょ。おー、いい感じ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 。うん、ただ鉄を溶接しただけみたいになってる。この上とか、上の窓に、わかった、トリコあるある、トリコに登って様子を見る。トリコに登ってあそこの上かな？あ、やっぱり。あのね、なんか足場が青くなってるところがルートっぽいですよね。よし、トリコの首に捕まって。あ、トリコ下がっちゃダメ。下がっちゃダメ。上行って。いい子いい子いい子。オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。こっちかな？よし、オッケー。おー、びっくりした。こういう感じ？これどうすればいいの？あっちか。おいしょ。うわ、来た。サスケ。こっちに行けばいいのかな？え？今、後方ジャンプって出た。後方ジャンプなんていう危ない技を使っていく感じ？おいしょ。おお、危ねえ。怖い怖い怖い。あそこ、後方ジャンプしてあそこに行けってこと？ちょっとそれは無理があるよ。後方ジャンプ。こう？違うな。おお、怖い怖い怖い。後方ジャンプ？おいしょ、こうか。オッケー、手を離す。手を離す。オッケー。う、怖え、これ。うわ、ここもあれか。ここそのまま落ちたらやられるよな。あ、でもさっきのところですね、ここ多分。さっきのところの、こっち側。おいしょ。これは？どう行けばいいの？あれ？ OK、なんとか。危ないな。あそこには樽がある。樽を引き抜いて、トリコにもね、ちゃんと食事与えとかないと、食べられちゃったらたまったもんじゃないですからね。人食いの大足トリコだから。でもトリコがまだね、人を食べてるの見たことないんですよね。あ、ちょうだいちょうだい言ってる。トリコなんでああやって目が光るんだろう。謎のイカズチ出すし。よし、はい、あげるよトリコ。お預け状態になってる。あ、このレバー、これで門が開くんだろう、どうせ。きた。オッケーオッケー。だんだんね、このトリコの世界にも慣れてきた。こうやってトリコが行けないところは少年が行って、さあトリコ食べ、食べていいよ。え、無視。無視。まさかの食事無視。大樽爆弾かどうか、飯かどうか、ちゃんと見極めてるんだな。トリコのあのイカ槌で壊してほしい場所があるけど。食べないとパターンあんの？なんか食べなさそうだな、今日は。嫌いなのかな。まあいいや。じゃあ行こうか。おいしょ。トリコ。あれ。あ、トリコ、タル食べてた。今食べてたな。あ、私が見てたら食べないのかな。恥ずかしいあるあるかな。恥ずかしがり屋なのかな。オッケー、ありがとうトリコ。よし、進んでいこう。ここは何もなさそうかな。さらに進んで、あれ何なんだろう、これ。
この人体実験ができそうな。何これ、あ、檻じゃないこれ、檻っぽい。大足を捕まえる、違うのかな、なんか電流走ってそうですよね、飛んでいかないように檻になってるのかな。大足は何かに怯えていた。怯えてる怯えてる。おーおー、怖い怖い、食べないでよ。なになに、ここに捕まってたとか、下見てる、なんだろうな、これ飛び降りてくれるかな、乗ったら。どうしたの、なでなで、怯えてるな。ここに捕まってたのかな、よしよし、すげえ怯えてる。これも少年で行くパターンかな、一人でどっかに。どこ行けばいいんだろう。ん、あそこかな、あそこのくぼみになってるところが行けるかな。おー、危な、おー危な、今行けなかったな、私が行けると踏んでいたところは行けなかったここに何かありますね。これなんだろう、なんか発電機っぽいけど、この先行ってみましょうか。トリコは怖がってこないよね。トリコおいで、トリコの様子が変だ、何かに怯えていた。あ、なんか発動、あ、なんか動いた、発電機。興奮してる興奮してる、なんか角が反応してるね。どうした少年、おしっこに行きたくなったか。おお、危ない、なになに、襲ってきてる、もしかして襲ってきてる。僕少年だよ。おお、やばい、様子がおかしい、絶対に様子がおかしい。ちょっと待ってちょっと待って、樽いっぱいあげたじゃん、さっき樽あげたじゃん。ちょっと待ってちょっと待って、トリコ落ち着け落ち着け、トリコ危ない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 、ああああ、ダメってダメってダメって、ああダメ、あはは。そうして私は大足と一つになった。いやいや、そういう話、あれ何かダメだった、もしかしてちゃんと食べ物与えてなかったとか。あれ、大足のお腹の中、全然何のシーンか分かんない、お腹の中シーン違うな、少年の村か。取り越し点、取り越し点 in 少年の村。あー、ちょっと分かりにくいけど、全然分かんない、なんか少年の他に村人っぽいのが数人いましたね。食べられたが出てきた。トリコ、トリコ、トリコどうしたんだろう、どうした、何に気づいた少年。え、トリコ死んだ、嘘でしょ。気がつくとさっきまで持っていた光る鏡がなくなっていた、あのビームね。あれ、トリコやられちゃった、息はしてるっぽいな、息はしてる、大丈夫。うん、
尾がかわいい。こっちはね、さっき言ったけど行けなかったですもんね、相変わらず。トリコやられちゃったけど。なんか尻尾が怪しいな。やけに下に。まあでも下何もないしな。ん？わかんない。尻尾を伝って、いや、でも下にさすがに行けないでしょ。なんか下になんか扉あるね。尻尾行ってみる？ワンチャンス？おいしょ、おいしょ。あ、やっぱそういうこと？ジャンプ。OK。怪しかったもんな、今の尻尾の空き、尻尾の。あ、ここだ。この排水口を伝って。こっちは何もないですもんね。あ、来た来た。よしよしよし。この排水溝やけに綺麗だな。トリコどうしちゃったんだろう、さっきなんで少年を襲ってきたのかな。あのなんか周りにある発電機っぽいやつ、あれが凶暴化させるのかな。ということはこの施設で誰かが、お、何これ、いかにも怪しいですっていう像があるけど、この鎧は何か不吉なものを感じさせた。うん、不吉不吉不吉っていうか気持ち悪いね。行っちゃう行っちゃう。さっきのトリコはあの発電機に反応して少年を襲ったよね。もともとトリコはそんなに凶暴じゃないけど、誰かに操られて人を食べてるから人食いトリコになったのかな。左長いな、あっちまで。排水溝ダッシュしたいな、排水溝ダッシュ。そこはどこに通じてるんだろう。方角的にはさっきの、あ、あそこか。さっきの橋の下だ、多分ここやはりな。ここで捕まる。あ、レバーがある。危ない危ない。おいしょっと、 OK。 ここから降りれるかな。下大丈夫だよね。よいしょ。おお、この 2,3 メーターの壁から落ちても素足で平気な少年どうなってんだ。あ、不吉な鎧発見。動くの？え、ちょっと待って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 、無理無理無理。ちょっと待って待って、そういうゲーム、これ、そういったゲームです。しかもちょっと歩き方不思議歩き方が気持ち悪いオカマっぽいんだけど、鎧の歩き方が。ちょっと待って、また襲ってこないで。おーおーおー、怖い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 。落ちる落ちる落ち落ちる落ちるって。暴れないで暴れないで暴れない、無理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 。ちょっと待ってトリコ、これ以上暴れないで、本当に落ちるから、本当に落ちるから暴れないで、無理無理無理。ちょっと鎧と戦ってくれてるのか。あ、おお、すごいすごい、強いぞトリコ。え、鎧の中身何も入ってない。もうトリコ十分でしょ。動いてない動いてない。よっぽどの恨みがあるのかなすげえ、トリコあんなに可愛かったのにいきなり怖くなってきたよ。もうトリコ絶対相手いなくなってるでしょ。次はお前だ。あー、ごめんごめんごめん、トリコトリコごめん、トリコごめん、ほんと怖いって。トリコさっきから怖いよ。トリコどうしちゃったんだろう、トリコ。ほんと大足は鎧と戦い興奮していた。
なんとかなだめてみようと大足の体をなだめてみた。オッケーオッケーオッケーよしよしよし。いそう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 。なんて言ってんだ。いい子いい子って言ってんのかな。いい子いい子とかなでポイントがあるのかな。分かった頭だろ。よしよしよし。オッケー戻った。よしよし。トリコのちょっと見ちゃいけない一面見ちゃったな本当。ブリッコの本性みたいな。オッケー行くかトリコ。いやートリコ怖かったなさっき。あれこれ何鎧の残骸か。これ少年も鎧装備できないのかな。いやーでもさっきの鎧ああいうゲームなのか。なんか襲ってくる系ね。少年は戦えなさそうだけどね。トリコ来てる。エディオン、トリコ来れないか。ここはさすがにこの下壊せそう。なんかあでも鏡がないのか。そうか。トリコ来れる。トリコ来た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 。あのトリコのトリコあれかわいいな。あダメだ詰まっちゃった。トリコトリコトリコここでお別れか。今まで世話になったな。あれどっかあこのおもむろに上から吊り下がってる鎖そして上に通じている。ん下もなんか怪しいんだよな。トリコは詰まっている。あの鎖絶対なんとかしていけるな。下からなんか飛び出てこないかな。ここからはどうにもいけなさそうです隊長。無理だよなさすがにあの高さは。トリコちゃんは詰まってるしな。突き飛ばすってあるよ。あここいける。ラッキー。あじゃあもうトリコがあそこに詰まったのは必然だったわけね。ああお尻がお尻がキュート。ここ来たはいいけどどうすればいいの？わかんない。あこっちこっちに行けってこと？行けるかな？おいしょ。おー行けた。ナイス。なるほどね。あこれで鎖に行けってことか。おおすごい。おいしょ。おっと危ない。危ねえぜ。おいしょ。おう。オッケーオッケー。なるほどね。こっちから鎖につかまれと。おいしょ。オッケー。おお降りないで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 。トリコ置いてきちゃってるけどいいかな。仕方ないね。さっき私食べちゃったから。おいしょ。おすごい。なんか今まで見たことない植物。熱帯気候。おいしょ。ああやっと外に出れた。久々の外だ。ああれさっきの上か。トリコこっちから来る？トリコ。こっちから来ないかな。さすがにわかんないか。煽っていこう。あ来た来た来た。こっちトリコトリコここトリコこっち来れる。
無理かも。かも、オッケー、ナイス。ナイスかも。おお、大丈夫か、大丈夫か。ナイス、ナイスジャンプ。オッケー。トリコも嬉しそう、すごい。なになに、どうした、何か発見した、まあ、久々の外で嬉しいのかな。はい、ということで、じゃあ今日はね、ここの開けた場所まで到達したので、こんな感じで終わりにしたいと思います。今日いきなりね、おお、蝶でも捕まえてるのかトリコさっきとは違った意味で興奮してるけど、まあこんなね、綺麗なところに到達したので、まあ次回はね、ここの続きからやっていきたいと思います。今日鎧とか襲ってきてね、トリコにも食べられるわ、散々な一日でしたけれども、またね、明日もトリコと冒険していきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。